最初はマッチングからやるんで、マッチ依頼とかって、まあ、うちのチーム別に流し打ちの単位とかないんだけど、まあ、技術として覚えておくのもいいのかなと思って、っていうのも身内意識してると体の開きが抑えられる、まあ、それだけでポンでどうしてもなんか調子悪くなっていくと自分の開きが早くなって外角高めぐらいで、ちょっと内に入れるぐらい足を、でこれでバットが、体が向いた方に打球って飛ぶんで、まあ、これぐらいかな、これでちょっとこう叩いて、でこの時にこう下に入れちゃうと打球って全部切れちゃう、下回転ビルビルビル、このまんまこう上から出てきて、ちょっとやってみましょう。ただしやったのしてもらうか。いや、残念な。あ、そう、そんな行かなくていいよ。軽くやるから。やめて。イメージとしては、まあ、こういうぐらいの。おー。軽くやってて、でも、これでも棒下叩いちゃってるけど。開かなければ、体が向いた方に打球は飛ぶんで。あ、これ失敗した。まあ、いいんです。まあ、これぐらいかな。こういう意識でちょっとやってもらって、で、あんまり開かないでやってると腰が回らなくなっちゃうんで、この状態でもしっかり回してるんです。すごい。さっきも左打ちだけど、ありがとうございます。最初やりづらかったらちょっと離れて立って思いっきりステップしてます。これでもセカンドだけで。ごめんねー。ってな感じでちょっと1人10球ずつやってみましょうか。守るね。守る、うん。よし、じゃあやりましょう。バッキー行きます。ベースを切って。誰からでもいいでしょう。センターも OK。 このバット意外と飛ぶの。あんま使ったことがない。いかねえな。
あるよ。あるなんかね、YouTube いつも流してる。体験性が高いの。体験性やべえ。
低め。はい、こっちでどんどん。もうちょいで。入りまーす。たとえ流しても、やっぱ強いだろう。弱いから壊れない。ああ、そういうことね。そう。外れるのがあるから。そう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 。これ固定しちゃうと引っ張って倒れる。
そう。カードな。最後の1球目。
Thank you.
抜けなーす。
けなラスト。ショートライナーでショートの頭越えて。